サッカー J2 大分トリニータの開幕戦を前に、選手らが県内各地でチラシを配り、PR しました。はい、来てね。本当、ありがとう。25日来てね。トリニータは25日に開幕戦を迎え、ホームでベガルタ仙台と対戦します。今日は県内18市町村で一斉にチラシ配りをしていて、JR 大分駅前では片野坂監督や選手が来場を呼びかけました。まあ、徐々に開幕のそういう緊張感というものも増してきている。たくさんの方がまたシーズン終わった時に喜んでもらえるように頑張っていきたいと思います。また能登半島地震の被災地に向けた募金活動もありました。